そういえば、多分今回の動画から画質というか、画面のね、明るさを明るくしてみたんですよ。割とね、僕が使っているパソコンのモニターがね、結構薄い色で表示されるというか、なんか思ってる以上にね、違う、まあ、デュアルモニターなんで、もう一つのモニターで見ると、まあ、思ってる以上に暗かったので、そういう意味ではちょっと明るくして撮っておいた方が、公開した時にね、みんなが、まあ、見る側が見やすいかなと思ったので、画面を明るくしてます。と、前から人が来てますね。やっぱり、この間の二人組の外人さんもそうでしたけど、道路沿いを走るのは、おお、どうもハロー。はい。How are you? はい。You have a good day, sir. なるべくね、避けていきたいところなので、やっぱりね、森のこう、この辺をこう走る方がいいですね。なんとなく道路をこう走りたくなってしまいますけど、ああいうふうにね、見つけたとき、今は、あの人は今、ね、装備全然持ってない人でしたけど、銃とか持ってる人だったらね、もう、撃たれてもしょうがないですからね。やっぱりサバイバルで生き残るということを考えると、こういうところを走っていかないと危ないですね。ということで、街が見えてきましたね。ここが多分、以前陽気な外人さんと出会った街ですね。ここ結構でかいんですよね。なので、ここでね、また物資をちょっと調達していきたいなと思います。ということでね、ちょっと探索をしつつ、まあ何か見どころがあったら、という感じにしていきたいと思います。と思ったら銃声がしますね。結構撃ってましたね。これは危険かもしれない、この街は。どうしよう。おお、撃ってるな、どっかで。怖えな。ちょっと怖いので、空港にね、走っていこうかなと思います。空港方面に。ちょっとここの街で探索しようかと思いましたが、
生き延びるということを重視するために離れます。ちっちゃい町に来たんですけど、ここに来るのはね、多分動画で前回以前の動画でちらっと通った気がしますが、もうね結構空港の近くといえば近くです。ゾンビが、ちょっとねここで物資を集めていきたいと思います。結構開いてない扉が多かったたので期待してたんですけど、全然ね物がありませんでした。なので、このまま空港を目指したいと思います。結構ねなんかデジャブ的な感覚なんですけど、もう少し先行ったところでね、こっちのここですね、ここをこうあそこに見える鉄柱を目指すと空港に近いという感じですね。確かここで風景がどうのこうのって言って結構綺麗ですよねみたいなことをね言った記憶があります。もう少し進んだところに、今時間帯がお昼前ぐらいなので午前中って感じですね。なんかグラフィックを明るくしたせいか明け方みたいに思えますけど、確か10時ぐらいのサーバーだった気がします。そういえばね動画をね、こう、デイズ動画を見てたら、まあ日本人の方が公開してたデイズ動画だったんですけど、確かね、ここら辺の空港あたりでね、スナイパーとして空港に来た人を狙撃してる動画があったりして、多分この、空港じゃないかなって思うんですけど、まあ、そういう動画を見た後だとね結構スリルありますよね。スナイパー、まあ、今までの動画だと本当に豪快に走ってましたけど、でも警戒しつつもね、こんな林の中で寝っ転がられてたらなかなか分かんないです。この辺で警戒してて後ろ取られたら一発で死にますからね。ということで今回も久しぶりに来たこの空港ですが走っていきたいと思います。走ってる人はね凄腕のスナイパーじゃない限りはなかなか当てらんないんじゃないかなと思うので、なるべく立ち止まらないことが重要かなと。サーバーは結構人がいるので、人が結構いるかもしれませんが、そんなこと言ってたら狙撃されました。やはり空港は危険ってことですね。次回から頑張ります。